皆さんこんにちは YouTube チャンネル松本大シアでは今回はお正月を特集していますお正月には欠かせないおせち料理なんですがおせち料理とは年神様に捧げる供物であるおせちくは語源と言われていますもともとは中国から伝わり奈良時代には朝廷行事の設営の際にせちくとして なされてていいたご飯が原型となっていま,すまた時代が下るにつれ武家の礼儀作法などが取り入れられおせち料理は江戸時代には現在に近い形になっていきましたまた服を重ねるという意味で料理を重箱に詰める方法が取り入れられたのは江戸時代後期以降になります。 おせちは様々な料理によって構成されますが、それぞれの料理には意味や言われがあります。YouTube チャンネル松本大シアでは、おせち料理の代表的な言われをご紹介していきたいと思います。それでは、次回以降の動画、またよろしくお願いします。